ータ、起きてる？起きてる。頼んでおいた例のもの、できてる？例のもの、できてる。そこに置いてある銀色の箱、使用感、レポート、よろしく。了解。あげたものごとにそれぞれまとめた方がいい？できたらそれで。わかった。ありがとう。それじゃあ借りてくよ。この走り方はガンマかな。うるさい。声大きい。大きくもなるわよ。どういうことなの、この先週分の出費は。出費？浪費癖があることは以前から把握してはいたけど、まさかここまで極端だなんて。前回のゴーレムの時にもガーデンの運営資金に手をつけないよう散々説明したのに。まさか研究費にガーデンの蓄えを使われたとか。そのまさかよ。お、研究と浪費、切っても切り離せない。ちょっと開き直らないの。これからオートの紹介株を買い上げて商売を始めることで本格的に軍資金の調達を始める予定なのに、この調子で蓄えを使われたら肝心の紹介株を期限までに購入できなくなってしまう。本末転倒よ。ガンマとイータの間の問題みたいだし、私には関係なさそうかな。それにこちらはこちらでそのイータの研究の恩恵に預かっているしね。な、もしかしてここに置いてあるこの金属の箱？魔力を使って安全に油を加熱できる屋外での使用を想定したフライヤーだよ。揚げ物？舞台の糧食研究の一環かしら。諜報活動には関係なさそうに思えるけど。実際に関係ないし、そんな大層な目的でもないよ。これからちょっとした実験というか、オートの海の方まで出るのに持っていくつもりなんだ。主に教わったあれこれ試すためにね。シャドウ様に？ゼータ、聞いてもいいかしら。あなたは何をしにオートの海へ？釣りだけど。釣り？イータ？そうか、答えは釣るもの。どうしたの？珍しく目を見開いて。マスターが言ってた謎かけ解けた。ミドガルマグロ実験材料、この2社に通じる言葉は何か、何時の心に問うがいい。その答えこそが何時の迷う道を照らし出すであろう。このタイミングでゼータがシャドウ様の影の英知を試すための実験をする。それにミドガルマグロ、オートにまで出向く意味。オートは漁業が盛ん、答えが迷う道を照らし出す。もしやシャドウ様は紹介株を買い上げるタイミングに合わせて新しい商売についてのヒントを与えてくださっているのでは。マグロも実験材料も釣るもの、不思議な
符号。ちょっと興味出てきた。その一応聞くけど、ついてくるつもり？もちろん。めんどくさいけど一応。まあいいけど、あんまり邪魔はしないでね。1時間後に出発、待たないから。そのつもりで準備よろしく。了解よ。はーい。なんだか妙な流れになったな。まあいいか。